ヒトモトススキは非常に大きくなる草本で海岸近くの水辺に生える。日本原産のヤツリグサ科では最大の植物である。ヒトモトススキは単子用植物、ヤツリグサ科の多年生草本である。大柄かつ豪直な植物で非常に目立つ植物である。大きな株立ちになる多年草で、保腹系は出さない。草丈は2メートルにも達する。 茎も葉も艶がある深緑で非常に硬い。葉は根室状に出て立ち上がるが、その先端はとても細くなり、次第に垂れる。夏に家計を出す。家計は高さ1から2メートル、枝分かれせず、節ごとに長い葉がつく。時に節から不定目のようなものが芽吹いてくる。花は8から10月、家計の上の方の数節から出て、それぞれは 当塩水化場なし、多数の褐色のコボがまばらな塊となる。個々のコボは、褐色の輪片の重なったもので、長さ3ト、mm、ル細長いどんぐりのような楕円形、多くの場合、殻の先に数個ずつ固まって生じる。輪片は10枚ほどが重なり、その中に2個の小花が収まる。小花の内で先端側のものが種子をつける。分布は広く、中国からインド、 マレーシア、オーストラリアまで広がる。日本では関東南部から四国、九州、琉球まで。海岸近くに多く、海岸では海浜植物などの広報、淡水が湧いているような場所に生える。ある程度内陸の池や湿地の水際に出現することもある。生育地では非常に密生した群落を作る。迷い込むと身動きが取れなくなることもある。 和名は横に葉はないススキの意と思われるが、形はともかく、見かけではススキにはあまり似ておらず、はるかにゴツゴツした植物である。別名をシシキリガヤと言い、これは葉のザラつきが強く、肉が切れるという意味である。この草花は、東大阪市天然記念物にも指定されている。ヒトモトススキ族は、世界の熱帯を中心に数種が知られているが、日本では、 この種のみである。小房にごく少数の花を含むこと、小花が両性花であること、果実の規模が厚くなることなどは、アンペライ属などと共通するが、可否変がないこと、ヒトモトススキ属は、葉が扁平なこと、果実の表面が海面状となることなどが異なる。三日月草属もやや似ているが、明瞭な可否変があることなどが異なる。ありがとうございます。